キンパキン、うわここ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 、この辺全体的がガチガチな冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じになってる。でそれを今から生肉に戻していくんだけれども、その過程がとっても痛いんですね。でこの背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくることが多い。でこの辺が痛かったでしょ、腰もうポキッと入っちゃったこの辺が腰痛の原因になりやすいやつね。でこの疲れって実は足から上がってくることが多いから、足をしっかり緩めていきますね。でモンズ製でマックスに変わったからめちゃくちゃ痛いからね。ちょっと待ってよ。さあ行きます。こんな感じかな。行くぜ、レッツゴー。足裏はまだ気持ちいい。足裏はまだ気持ちいい。はい、マッサージやったりあんまり行ったりしない？たまに、おかげさまに頻繁には行ってない。ああそうだね、まだ若いからねここ痛い。はい、これがグーッと上がってきて腰痛の原因になったりします。ヒートテックとか履いてる。足元履かなきゃダメだよここ痛いよね。ここ痛いよねここの疲れが腰痛の原因です。あで足が冷えてるのね、うん、2ヶ月ぐらい前からだいぶと冷えが急に来たでしょ。あそうそうね、ずっと足が冷たい、うん、そうそう、まだお若いから、うん、何なんていうのかな、まだなんとか無理は効くけど、そろそろ無理が効かない体になってきてるちょうど狭間、ま、ギリ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 そのあもう一つ年代が変わったら急にガタンってくるその時に自分の体にどこまでお金使うかっていうのは人の価値観で考え方だからその辺はもう自分の好きなようにしてみてくださいうちは3ヶ月来なかったら最新で知らないよって取ってるだけだからメンテナンス代金、メンテナンス代金だよ。人は3ヶ月経ったら全然別の人になっちゃうからさここ痛い、痛い、もっと痛い、ここ痛いこれが痛いけど気持ちいいぐらいの強さ、もっと強くできる怖い先生、やめてこんにちは、門前整体三つのぶです。音声ガイダンス三つのぶ編ですね。見ていただいた通りね、またこの方もね結構ね痛みに強い方だったので、まあ初めのね解説とか見てるとね面白かったと思うので、ちょっとねもうノー編集でちょっ と, お見せしました。でここからねやっぱりね足が硬い人ってね、やっぱりどうしてもね、腰がきつい人っていうのはどうしても足の疲れが硬くなったりとかする人が多いんですね。なのでね足をしっかり緩めていくんですけれども、この方もね痛くならあまり叫ばれない方って結構おられるので、そういう方のためのね、私の音声ガイダンスになります。でここねやっぱりね足の疲れっていうのはね、疲れが溜まってくるとやっぱりね腰痛になりやすくなったりとかしますから、ここをねしっかりと緩めていくんですけれども、ここをねこうやっぱりねぐいぐいとねやっぱり抑えていくっていうのね、分かってる人に抑えてもらわないとなかなかねそこそこそのポイントじゃないなんていうことも結構あったりとかします。なのでね皆さんこのね動画を見てる方はね、あなたの店の、お店の近くに、整体さんをいろいろ探されて、あればそこに行かれてください。でなかったら奈良まで来ていただいてね、マニアックな方々は日本全国からやっぱね、3ヶ月に1回来られてます。ぶっちゃけ言うと本当なんです、おーすげえなとか、あー月1回とか、東京からとか、神奈川県からとか大分県とか、九州からとか定期的に来られる方おられるんですよね。でまあその方々にで当店成り立ってますからまあそういう人たちのね体硬いんですよ。やりがいがあるんですけれどもね、そのやりがいをも緩め切った時のなんていうんですか、難解なパズルが解いた後みたいな、それが終わるとねすごくいい感じ。あでもほら
この方もね、足が疲れてる方なんですけれども、まあ、この硬い足が緩んだあの感触、これが楽しいから私はやってるんですよね。その合法的にですよ、人を痛めつけてお金をもらって、でなおかつ最後に先生ありがとうございますみたいな感謝までされちゃう、そんな素晴らしい仕事はどこにありますかそれはもう悶絶整体しかないでしょうって私は思ってるんですけど、何を言ってんだお前はっていうね、まあ、こんなねドエスな先生が、まあ、ドエスな悶絶整体三つのぶがやってるのが、まあ、悶絶整体マックスですから、マックス今2ですね、マックス2になってます。今、まあ、マックス2のね動画もうそろそろ出てくるんじゃないかな。これね、撮影がねだんだんとね、新しいものになってきてますから、少しずつ変わってきてるんですけども、マックス2になって何が変わったかって言ったら、内側広筋、太ももの外側内側の、ハムストリング、内側広筋、外側広筋と大腿直筋ですよね。だから4方向の筋肉をしっかり緩めていくっていうのがマックス2になるんですけども、そのマックス2になったら何が劇的に変わったかっつったらね、効果の持続時間がね大幅にやっぱり伸びました。まあ、まあお前の勉強不足だろバカ野郎って言われたら、まあそうなんですけれども、ただねそこをすることによってね、やっぱりね疲れ方がガラッと変わってきてますから、痛いけれどもやった方がいいですね。で私もね自分で佐藤先生に言ってこれでやってもらったりとかする、誰が考えたんだって、特に外側広筋を緩める時ってめちゃめちゃ痛いんですけれども、そこを緩めた後にあれでも背中がしっかり緩んでるなっていうのがやっぱり気づけるんですよね。でやっぱり、ね、足とかってねなかなかねしっかり緩められません。だからね、まあ、それに気づかれてるトレーナーさんの方とか、そういうふうなね、今ねインスタグラムで動画とかね、ストレッチポールで動画とかといろいろやられてる方も見てて参考になるなって思うんですけども、やっぱりね足のね4方向の筋肉、太もも特にねその辺をねしっかり緩めてあげることっていうのをね意識してやっていってあげるとやっぱり効果的ですから、ぜひね続けてみてやってみてあげてほしいですね。で今からね痛めつけていくよっていうのをね言ってるんですけども、さあこれからどうかな、もうちょっとねこれで音声をちょっと編集してみて、太ももから太ももが痛がられてたらちょっとやってみようかなと思うので、一旦ね音声の声は一旦停止いたします。これが腰痛の原因、椅子に座ったりこうやったり座ったりした時にこう圧迫されてここが硬くなったりして腰痛になったりすることがあったりとか、あと足が冷えちゃって腰痛になったりすることっていうのもあったりします。どっちだろう、それは分かんないどっちもある。水飲むでございます。またね音声ガイダンスに戻ってきましたけれども、今お水飲みに行ってるんですけども、結構ね定期的にこうやってお水飲んだりとかします。あ、まあハードワークですからね仕方がないんですけども、ここのね太もものところっていうのはやっぱりね座り仕事の方とか運転手の方とか、そういう方がねやっぱりここガチガチに硬くなるところですよね。で痛がる人はねもうここがねギャー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 言います。で座り続ける仕事でねやっぱここをやってほしいっていう方が、結構ね日本全国からね来られますね、ありがたいことに。でなんでなんだろう、まあ皆さんここなかなかそこまでしっかりしてくれないんでしょうかね。まあでまあそこのね、ハムストリングとかここをしっかり緩めてあげるとね、やっぱり硬い筋みたいなね、なんて言えばいいのかな、本当に水道管みたいな管が入ってるような硬い人が来ます。でそれがねなかなか取れないんですよ。でそれが取れてくれると腰痛ぎっくり腰とかにね取れてくれるんですけれども、それがなかなか取れるまでやってやっぱりすごく時間がかかりますから、やっぱりはねぎっくり腰とかになっちゃう前にね定期的にね体の検査やっとメンテナンスはしといた方がいいんですけれどもね、分かっててもできない、それが人間です。
まあ、そんなもんですからね。だからね、悶絶整体みたいにこんな店が存続できるわけなんですよね。で、まあ、この動画見ながらね、体のねメンテナンスって必要なんだなと思いながら、自分でねいろいろやってもらって、興味があったら奈良まで来てください。適当にね、まあまあその時来られたら時は私はもう本当に痛めつけますからご安心ください。で、まあ、ここをねしっかりごいぐいぐいぐい押さえていってますけれどもね、今回からね、ま、やっぱりマックス2になってね、外側広筋とかもしっかり緩めます、ね、やっぱり足の筋肉ってね本当に後ろ側内側前側横側ってあるんですけども、その4つの方向の4軸方向をしっかり緩めていってあげるようにすると、やはりね足ってしっかり緩んでくれるんですよね。なので、ね、そこをねしっかり緩めていく動画をね、というか、まあやり方、本当にさっきも言ったようにインスタグラム、TikTok とかでいっぱい流れてますから、まずはご自身でそれをやってみていただいて、それでも取れない、なんか取れないっていう時に、ああ仕方ないから行ってやるかっていうぐらいの気持ちで悶絶整体 MAX2 を受けてくれると、ああやみつきになる人はもうやみつきになりますから、ね、いいんです。そんなね、コアな店、コアな店が悶絶整体三つの部ですから、マニアックなお店ですからね、いいんかなと思ってます。動画もねこんな作り方でね、まあ楽しんでもらってるかなと思ってます。本当はねもっとね痛がってる動画をねどん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 出したいんですけどもね、なかなかね叫ぶ人は撮影の時にギャーギャー言う人って いるのといないのとはいっぱいおられるんですよ。まあでね、こういう風な、ね、会話もね楽しんでもらいながらね、だらだら見てもらったらいいんじゃないかなと思って作ってますから、痛い動画の人もねまたねちゃんと作りますからね、それまでお待ちください。で今回はねこの太ももやってるね感じの動画、足から太ももがカチカチだよっていう風な動画でした。以上、悶絶整体三つの部、今度は次回は太ももとかやっていきますからね、すごい楽しみにしてください。じゃあまたね、バイバイ。